はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ということでね、本日バズフィードですね、じゃね、ポケモンフュージョンしながら近況報告なんですけど、先日私が投稿いたしました、ちょっとこのキャラかわいいな。先日私が投稿いたしました、ショート動画。爆発5秒前のやつ。西武園遊園地で撮った、ポン菓子がね、ポン菓子を作る爆発音がポンってレベルじゃねえぞっていうあの動画なんですけど、あの動画がね、この動画撮影時にね、バズる気配が、バズってる最中なんですよ、今。まあ、僕の動画っていつも一桁再生、もうよくて二桁再生、すげえ調子が良くて3桁再生じゃないですか。今あの動画がね、投稿から1日も経ってないのに、もうすぐ500再生いきそうなんですよ。だからワンチャンね、夢の1万再生これあるんじゃないかなと思ってね、期待してるんですよね。やっぱり人気 YouTuber 様が言ってたんですけど、某人気 YouTuber 様が。人気 YouTuber の、まあ、定義ではないんですけど、一つのね、傾向といたしまして、1000万再生いった動画ある人は、まあ、大手だよね、みたいな。てか、大手だったら1000万再生はあるよね、みたいな。伸びてる動画がね。みたいなことをおっしゃってて、やっぱりその、代表作じゃないけど、1本伸びてて、あ、この動画の人ね、みたいな。やっぱそういうのの一つの基準として、まあ、トップが1000万再生だったら、我らね。まあ、駆け出しではないかもしんないけども、2年以上やってるから。何これ動画の不思議花。まあ、1万再生っていうのは、まあちょっと誇れるんじゃないかなと僕思うんですよね。だから、で、今まで一回も行ったことがないんで僕も。こんなに頑張ってるのに。だから、どうしても1万再生行きたいんですよね。で、前投稿したなんだっけ、ショート動画の、みざらし団子の食レポ動画も結局なんか1600再生ぐらい止まっちゃったじゃないですか。だからあんな感じで止まるかもしんないですけど、今んとこバズる気配がある。マジで期待してる。ってことで、また後日報告しますけども。てか、この動画を投稿するの多分3日後ぐらいなんで、伸び続けるんだったら数千再生いってるし、そうじゃないんだったら、なんかまた、なんか1000とか、なんなら3桁で止まっちゃってるかもしれないけど、はーい。ってことで、バズる予感がして、ちょっと今僕ドキドキしてます。はい。皆さん、ちょっと一緒に頑張りましょうね。見てくださった方、本当にありがとうございます。見てない方は、ちょっとお願いします。見ててください。はい。最後のご視聴いただき、ありがとうございました。では。